健康を境で。健康づくりの政策推進アドバイザーという形で、お二人の本当の行動学と社会学、そして地域の健康づくり、地域活性化、いろんな分野でですね、実際に実装的な研究もされている素晴らしい先生をお迎えしてということで、今回香川県知事様とそれから坂出市長様ということでトップ会談という形を取らせていただきました。坂出市長様におかれましてもですね、新しい町づくりといいましょうか、はい、そういったことにも非常に力を入れて、そして、それが地域の活性化あるいは、市民の健康づくりにもつながるというようなコンセプトでですね、非常に今進められているというのをお聞きしているんですが、そういった観点で坂出市長さんの、現代の現況とか、あるいは今のお話に対して、こんなことをされているとかいうことをちょっとご紹介をしていただいたらと思います。坂出は今年で瀬戸大橋開通が36年になりますけれど、この瀬戸大橋開通後から人口が減り始めて、どうしても町に元気がなくなってしまっているという状況であります。で、私は町づくりの重要なコンセプトとして大事なのは楽しさ、そして、美しさ、そして豊かさだと思ってます、楽しさというのはですね、やっぱり市民がワクワクするような街と、美しさというのはもうデザインそのものであります。街のデザインというのも非常に大事だと思っています。で、一番大事なのは最後の豊かさでありまして、豊かさというのは市民が健康であり、そしてまた、社会の中で、溶け込んで、高齢者になっても楽しめる、そして文化活動をやる、趣味の活動をやると、そういう幸福感を持てるのが豊かさだと思ってまして、まさにここがですね、私が目指すウェルビーイングな街、さらにはウォーカブルな街につなげていきたいと思います。美しさとか楽しさというのは、手段でしかなくてですね、やはり市民の幸福感というのが一番大事かなと思ってますけどね。そういう街づくりを今から進めていきたいと、こんなふうに思ってます。先ほど市長言っていただいたように、その街づくりっていうのは例えば、経済的に豊かになるっていう面もあるでしょうし、住んでて楽しいとか、そういう面をその、向上させるために街づくりをするっていうことも当然あるんですけれども、やっぱりそのあたりって住民の健康と非常に強く関連しているところですので、やっぱりこの街づくりを進めていく中で、その健康に、人々の健康にとっても、非常に良いことが起きると、そういうことをですね、しっかり計画立てながら、でまたその計画の途中でも評価をしながら、人々の健康の向上にも役立つ、街づくりっていうものをですね、これから一緒に進めていければなというふうに考えております。私自身は仕事の内容としましては、第一のミッションが運動不足を世界からなくすということを目標にしていまして、私自身、仕事としても島根県の雲南市というところで市の職員として、いろんな職員の皆さんと働きながら、地域の住民の皆さんの健康づくりと、あとは研究を進めるという活動をやってきたんですけども、行政の職員である、私たちといいますかだけでこう頑張っても、どうしても限界があるところを、やはり市民の皆さんと一緒に広げていくというのは、これは私自身もいろんな地域で取り組ませて来ていただいてますけども、本当に大事な部分なので、ぜひこの坂出市でのこの取り組みというのも、ぜひ大切にしていただいて、何か私たちもお手伝いできることがあれば、ぜひ一緒に考えたり悩んだりしながら一緒に取り組ませていただけると嬉しいなというふうに思っております。健康というのが健やかで幸せと、まさに健やかで幸せに皆さんがなれる、そういう街づくりを市長さんがされようとしている。経済的な豊かさを求めるんじゃなくてですね、市民の心にゆとりを作っていくのが街だと思ってます。そういう街を目指して、すでにもう今から始まってますけれど、最後まで走れたらいいかなと思ってます。いや、素晴らしい。